10月10日ドラムの日ね。何もドラムの話しないよ。そうですね。全然ドラムの話しないよ。ドラムの話か、うん、僕だってドラムの話って言ったら欲しい機材の話ができないですよでさ、欲しい機材の話も聞いてもさ、マニアックすぎて全然わからんみたいな。聞いてる人全然わからんみたいな。いや、僕がリスナーさんなら分かってくれると信じてますよ。まあ、俺のチャンネルで出るよ、これまあ、そうな。欲しい機材か。いや、なんか俺はこう、未だにパールのカスタムクラシック単板のメープルですか。単板メープルのやつを、うん、こう鳴らし切る、いい音にするのを今育てたいなっていうの、それがもうずっと目標。育て切る。育て、今日も本当は持ってきたけど忘れちゃったんだよね。今日忘れちゃった。本当は持ってきてちょっと叩きたかったけど。まあそうですね、持ってるやつも使ってると音変わりますもんね。そうやっぱなんか特にあの単板メープルは鳴るよっていう風になんか先輩から、うん、同じのねスタジオにあって、その使ってたスタジオの先輩からちょっと教えてもらったから、ちょっといっぱい叩いて、で、まあ、相性のいいヘッドも見つけていきたいなっていう感じなんだよ。今はちょっとあの子を育てるのにすごい必死というか。確かにスネアは一個一個ある程度育てたいですよね。そう、僕も木道がもうちょっとちゃんとしたのが欲しいというか。ああ、木道ね。そう、うん、まあ、あの、まあ、誰の歌言わないですけどね、単板メープルに惹かれたというか、ちょっとねいやだって本当に音良かったんだもん。いやー、でも動画のツイッターとかの動画で、うん、あとあの YouTube の試しに叩いてるやつみたいなのあるじゃないですか、サンプルみたいなやつ、あれすごい良くて。マジで。いや俺はね、もっとね、俺もっといい音なの、俺が知ってる音はあのジョニー吉永さんっていうですね、はいはい、あのジョニー吉永で検索するともうその動画が出てくるんだよ。で、あのケンケンとか金子信明の お父さんなわけ、はいはいはい、で、そのケンケンとかと一緒にドラムをこうセッションしてる動画があるわけ、うんうんうん、なんかそれはジョニー吉永さんのこうレッスン DVD のこう、はいはいはい、なんかダイジェストみたいな感じで、で、あの人もカスタムクラシックの、うんうん、まあ6版なんだけど、あの人は使ってて、その音がまず最高だった。ああ、いやもう世界一鋭い、どの金属道でも出せないんじゃないかってくらいすっげえ鋭い音してて、うん、これ最高だなと思って、で、しかもスタジオにあったやつ、はいはいはい、で、俺いつもその元の音を聞かないでこうチューニング下げちゃったりとかしたわけ、はい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 、なんだけどある日そのままやったの、もう最高、そのままが一番良かった、そのままが一番良かった。めっちゃ音いいやん。で、俺それまでパンパンに貼ってるのがそんな好きじゃなかったから、あの一番最初パンパンに貼ってるのが好きで、そこからこうどんどんローピッチ寄りになってきた、わかります。その時にそれを知ったから改めてちょっとなんかね、その時はちょっと全然ええって感じだったんだけど、その音してから改めてこうパンパンの方いいな、カンカンな、めっちゃ抜けのいいっすね、あの音ちょっと出したいなって今なって、はい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 、そうそう、だからカスタムクラシック買って、そうそう、まあでも6版も欲しいなあ。で、ちょっとマニアの話、ね、マニアックな話なんだけどさ、はい、なんか色がね、基本的にアンバーアンバーオレンジうん、うん、こう木っぽい色が結構多いわけ。そうですね、カスタムクラシックなんだけど、俺が持ってるやつとかさ、ちょっと木目の出てる白とか、うんうん、黒もあるわけ、はいはいはい、で、俺が持ってるのはこうちょっと白い木目の出てるやつの5インチなの。あ、5インチなんですね、あれ5か5半、5か5半、多分5だな、多分5、うん、なんだけど、その6半が欲しいわけ、本当は。まあ6半でも見ないのよ見ないのよ。単板の時点で数は少ないですからね。そうね、明らかに結構すぐ割れちゃうらしいしね。あ、そうなんですか。メンテしっかりしないと、まあ、メンテっていうか、そのなんかあんま強い圧力、なんか あんまりこう変な扱いしたり、ちょっとガーンとかって扱い悪いと壊れたりするらしいから、はいはいはい、単板だからあの剛性が弱いんだよね。まあもともとだってそれそういうように作ってないですもんね。1枚を曲げてるわけですか。そうそう、ただ1枚曲げてるだけだから結構簡単にいっちゃうらしくて、まあだからちょっと俺も多少は扱い気ぃつけてんだけど、だそのね、白の6版欲しいんですよ、うん、白の6版白の6版いやカラーも珍しいしな。そう、カラーも珍しいカラーで欲しいから多分ね、よっぽどじゃない。まずは5を鳴らし切るみたいなところから5を鳴らし切る行こうかなと思ってんだけど、はい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 、そうっすね、だから俺単板メイプル育てたいね。なるほど。何より軽い、はいはい、最高に軽い、あんな軽いのにあんないい音がするってもうどういうことだよ。
っていうところというとこですわ。でも単板メープルはあれでしょ、あのパールのカスタムクラシックじゃなくてあれでしょ、ラジオキングでしょ。まあそうですね、ラジオキング、スリンガーランド、ラジオキング、ヴィンテージの、いやまあ本当はクラビオットがいいんですけどいやそんなこと言ったらね怒られる。ただねやっぱあの多分単板の走りって、うん、グレッチか、うん、グレッチラディックスリンガーランド、うん、なんか僕の中で単板といったらスリンガーランド、俺もそんな、うん、ラジオキングがめっちゃ有名だよね。そうなんかもう王道というか単板だったらこれでしょみたいな。 Where they are king Where they are king まあちょっとねどうせだったら、まあ、やっぱ一番最初に手にするんだったらね、うん、そこちょっと、まあ、ちょっとジャンルがだいぶ違いますけど普段やってることは。うん、そっか、ね、いいなと思って、まあ、魅力は感じてますよね、うん、間違いない。でも単板メーベル俺どんなジャンルでもいけると思うけどね。あ別にジャズだって全然いけると思うし、逆になんかその近くにカスタムクラシックのあのメープルの単板持ってる方がいるんで、うん、同じメープルの単板で違いを見てみたかったり、それはいや多分パールらしさすごいあると思う。そうマイク乗りが良さそうな感じ、はい、やっぱメーカーによってあの、うん、明らかにそのあれじゃないですか、シェルだけの部分で見ても、うん、あのどう考えてもカラーがありますよね。あるあるある。あのね、そう俺は先輩から聞いたんだけど、まあ、先輩から聞いてそうだ、はいはいはい、まあ、なるほどなと思って。その先輩が、楽器店員さんだったから、うん、元楽器屋の店員さん でドラムコーナーで働いてた人で、はいはい、そうそう、でだから話聞いたんだけど、やっぱそのパールはさっき言ったこうマイク乗りがいい感じ、うんうん、だからライブハウスとかですごい重宝されそうな 音、はいはい、音がすごいいいよねって話で、であのなんだっけ、あのね、ヤマハはどっちかというと DW っぽい。あー確かに分かるかもしれない。あのファンクの人とかが使ってるんですけど、結構音程、タムとか音程すごいしっかり、あの音程感出ますよね。音程感しっかり出る感じが、うんうん、あのセットの感じとかすごい DW っぽい。はいはいはい。で、だけどヤマハって結構その帯域を削ってる、いい意味で、いい意味でこう、はいはい、余分な部分をしっかり削ってで音作りしてるよねっていう印象だって。でタマのことどう言ってたかね、なんかすごいかっこよかったんだよな。タマ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 なんだっけな、ちょっと忘れちゃった。タマに対してどんなこと言ってたのか、いやすごいいいこと言ってたんだけど、うん、でねラディックは基本ねフルレンジ出てる、間違いないですね。うん、あのいいとこも悪いとこも全部出てるから間違いないですね。そうそうそうねそう、悪いところが削られてない、うん、そうそうそう、いい意味でそのまま出てきてるというか、そうそうそう、だからヴィンテージ感が強いってのはそういうことらしいんだよね。うん、まあ、あの帯域を削って音作りしてないからフルレンジ出てるってのはすごいヴィンテージらしい意識をしてるよねっていう話を聞いて、なるほどなとか、そうなんだよな。あとなんだっけな、ソナーとかも聞いたんだよな。タマはあれっすね、僕は力強いイメージが全体的に、ああわかる、そう、うん、なんかロック色強いよね。そう基本ね、まあそっちがメインの市場というかあれなのかわかんないですけど、うん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 、出てる素材とか見てもブラスだったりとか、うんうんうん、ブロンズだったりとか結構太めの音が出るもの、そうね、太めでハイピッチなチューニングが得意なイメージが、そうね、結構ファンクとかそこら辺もいるんだけどね。うん、うん、あの本当に確かに確かに、うん、あんま音量出さないジャンルの人ももちろんたまにはいるんだけど、でも基本強いよね。強いと思います、僕はあのロック系に強いイメージだ、うん、俺もたまのスネア何個か2個くらい持ってて、はい、ほんとそのイメージ、うん、あとはやっぱ作りが丁寧ですよ ね、 あそうだね、ボルトとかストレイナーとかがすごいきっちりハマってる気がします、 ね、 そこは俺多分ツイッターでも言ったけどハードウェア系は安いのよ。あ、タマ安いですね。安いけど別にしっかり確かにしてるっていうか、だからそういう意味でかなり良心的なメーカーだよな、基本的にはタマって。まあ多分あれですよ、同じランク帯のものを探した中で一番安いのってなると、うん、多分タマタマなりますよね。そうなるなるなる、うん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 、そんな感じそんな感じ。確かにあの明確な強みですよね、手が出しやすいっていうのは、うん、そう初心者の人向けにすごい優しいなってイメージもあるし、うん、そうそう、まあ、タマはそうね、比較的良心的だよね。そうなんだっけな、忘れちゃったな、なんて言ってもらったんだっけな、すげえ面白かったんだよな、なんかまた会いたいな、あの先輩に。ソナーはあれですね、僕音いじりがしやすいイメージがあります。なるほど、僕は。あーなるほどね、なんかね湿気に死ぬほど弱いっていうのそれは多分そうだな、どっかで聞いたんだよねはい、あの管理はだからちょっともしかしたらあの
本当に音を作ったりとかドラムの管理も含めて好きな人とか向けなのかもしれないね。うんうん、そうだね。ちょっとだからプロ向けじゃないですけど。うん、わかるわかる。そうそうそう。そうなんだ。ちょっと敷居はもしかしたら高いかもしれないですね。そうですね。そうですね。ただあのなんつうんだろう、反応も結構素直だし。ソナーの音は聞いたらソナーってわかるけど、ソナーとグレッチはわかる気がします。グレッチはわかるな。なんかもうあいつはあいつの音みたいな。グレッチもヴィンテージ感えぐいよね。いやえぐいですね。なんならほんとラディックよりちょっとヴィンテージヴィンテージしてないみたいな。グレッチは僕はあのなりきらない感がヴィンテージ感すごいよね。ああわかる。あのめちゃくちゃいい意味ですよ。そうすげえわかる。あのもどかしい感じというか、なんかちょっとグレッチのセットってさ基本なんかモコってるイメージ。そうちょっとね。でなんかさもうあのあんまピンストライプとかクリア系のヘッドはんないような、タムとかキックとかさなんかはんない方がグレッチらしくていいみたいな。まあわかんなくないです。コーテコーテッドなんだよねみたいな選ばれ方をするようなモコっとしたあんまパーンってこうね抜けるドンシャリの音にはならないというかしない、目指してない。なんかでも逆にロック向けにするとあれすごいカーンとした要素だけ残る。はい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 、なるほどね。グレッチだからなんか細くないのに細く感じるというか、あのいい意味で。あのね、そう刺すようなイメージの音が。別のあのベースやってる時にサポートで現場で座った先輩が、はい、グレッチのスネア持っててすげえなってた。ああグレッチのメイプル持ってて、はいはい、すげえあのカンカン系。そうカンカン系でも扱いが難しすぎて レックだとちょっともう使い切れ扱い切れないレベルで暴れ馬な感じ で、はいはい、で結局その先輩はその時なんかテックの人が持ってたあのラディックの402を使って、はい、はい、でそれでレックやり通してその後自分でも買ってた。めっちゃ惚れてるじゃんと思って。そう、そう、まあ、名器は名器と言われるゆえんがありますからね、そう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 、間違いなくね。そう、グレッチのメープルメインだったんだけど、はい、いやでも本人も、いや使いづらいんだよね、これね、みたいなこと言ってたの。うんうん、やっぱ、キンキンカンカンみたいなとこだったから、確かに。すごい良かったけどね、音はすごいかっこよかったけど。そう、うん、ライブとかだと流行るかもしれないですね。そうだね、そうだね。うん、なんかそんな感じで。あ、でもだから言ってることは、すごいわかる。うん、いや、まあ、あの、これでもね、あの機材好きを名乗ってるのすごい。いや俺なんか自分が実際に触って研究したメーカーしか言えないもん。あやっぱうん、すごい。だその研究する幅がめっちゃ広いから素晴らしいですね。いやもう、うん、なんかもう全部欲しくて、全部素直なこと言っちゃうとあのこういうこと言うと怒られるかもしれないですけど、いや分かる分かる。いやカタログに載ってるものがなんで全部手元にないんだろうってすごい毎日やきもきするんですよね。写真で見るぐらいならやっぱ手元で触りたいよね。そうだね。いやもうなんかメーカーのエンドースとかやってみてやってみてー。なんか別に何そんなエンドースとかじゃなくてもいいけど、何日か泊まり込んでそこの会社にあるやつ全部叩かしてもらいたいよね。いやそれはありますね。お金払うから全然そうなんかそういうあのね、そういう施設があってもいいなと思うぐらい毎日通うけどショールーム的なとこ。そう学級さんにしそうにしに行くのは悪いじゃん。まあ、そうですね。あの買う意思なくて行くのとかはちょっと僕はあのまあ多分楽器屋さんとしてはねウェルカムな部分も、バットな部分もあると思うんですけど、そうね、まあ、そうちょっとなんか申し訳なさを感じますよね、うん、いやそうなんすよ。まあね、すごいドラムの話になりましたね、ちゃんと ね、 ちゃんとねそうメーカーによって音の違いが本当にあるっていうのはそうマジで思う。だから同じスチールのスネアを叩き比べしても全然違うから、うん、俺にヤマハが一番好き。ああいいじゃないですか。ヤマハのスチールの、はいはい、その同じ値段帯だとね、ヤマハの僕、うん、あのキットがヤマハが好きですね。ああ、なるほどね。明確にあの音程感が出て、音程感ある感じ、ね、そう、あのそれぞれのタムとかのちゃんと意味があるというか、わかるわかるわかる、この大きさの必要性というか、はいはいはい、そうだよね。だ結構10インチとか入るんだよね。そうなんですよね、ヤマハのやつは。すげえわ、パリッとした音作り。そう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 なのよ。カラッとしてパリッとして、そうあの本当に余分なものが削ぎ落とされた感じ。まあでもそれでもふくよかというか温かさはあるみたいな。もちろんもちろんもちろん、そのバランスはヤマハすごいなと思って、うん、そうだからヤマハのスチールを叩いた時に、うん、ちょっとなんか一味違うなっていうんで、俺個人練習でリハーサル入ったんだけど、その後店員さんにヤマハのあのスネアめっちゃ良かったっすってわざわざ言うくらいめちゃくちゃ好きじゃないですか。めっちゃ好き当時なんかエルレの風の日とか練習したんだけど、はいはいはい、すっげえ気持ちよかった。
すっごい気持ちいい。最高。あのやっぱ曲に合うスネアありますよね。あるね、ありますね。もう正直して だからみんなスネア何台も持つわけ、うん、ね。いやもうそうじゃないと回っていかないんでね。そうなってほしいんですけど、ちゃんとこれ1台でいいってなるのはブラックビューティーか402だから、スープラ、うん、確かに400か402、スープラかブラックビューティーならまあ、うんうんね、こう一つでどうにか全部やれるんじゃないかなって感はあるけど、はいはい、うん、まあまあまあそれ以外はね、やっぱどんどん選びどころがあるというか、うんうん、なんかマニアックに探索していく楽しみがあるから。だからレコーディングながらと曲ごとにね、スネア変える必要性、最近、うん、まああのレコーディングは初心者なんであれなんですけど、やっと、あ、この曲は絶対こいつじゃなくてこっちのがいいみたいな。そうだね、そうだね。で、やっぱチューニングも必要に応じて変えてもいいと思うし、そうそう、曲にハマる音作りは大事っすよね。あとは持ってなくても、あの、知識をつけちゃうと、うん、あのこの曲やるときはこのスネアが欲しいみたいなの。あ、なるほどね。あの特にパールのウルトラキャストとか、うん、あの特定の場面で欲しくなるんですよね。ウルトラキャストあのカンカン、そうすごいいいよね。いやこの曲はこれだみたいな。あれ俺1台持ってて いいやつだと思う、うん、しかも意外と中古市場出ると安いのよ。そうなんですよね。なんかね、時期によるんだけど1回1万2000円くらい出てる時あったからね。あの数が多いんですよ、で回ってる数が。あ、なるほどね。であれだよ、あれじゃん、すぐさあの塗装剥がれるじゃん。そう だからなんか見た目悪いんでっつって値段下がるじゃん。関係ねえじゃん正直、うん、全然多少のそれで値段安くなるんだろ、全然。いや、もうそうそうそう、だからで中古市場でも結構、しかもあのアレンジ入れられたりするのもあって、あー、穴開いたりするわけだよな。あるあるあるとかだったりとかで、まあ結構面白いスネアだなと思って。3ミリだからね、うん、アレンジしやすいんだろうね。確かにそう。あとただでも、あれのあのちょっとね、そのやっぱり普及しきらないところは、うん、あの全部のジャンルで使えないで、使えないっすね。全部のジャンルじゃないね。もう俺はここで生きていくみたいな感じの音してるんで。どうも、俺は完全ロックだね。いや、ロックっすね。ロックオブロックだね、マジで。で、やっぱ基本ハイピッチの方が俺は好きかな。カンカンがるぐらいまでね。なんか強みが出てる、強みが出てる気がする。あれローピッチ目にすると、いや他のスネアでも代用できそうな音な感じなんだよね。僕でもウルトラキャストのハイピッチはコーテットが好きなんですよ。あー、あえて、いや、俺はコーテット派なの。あ、本当ですか。俺もともとスネアコーテッド派だから。あ、そうか、スネア、そう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 、あ、スネア、うん、そこも分かれますよね、スネアのね、コーテッド派とね、そう、クリア派ね。はい、基本クリア派でしょ。いや、そんなことはないですよ。あ、そう、うん、単純に今使ってるのがクリアなだけで、うん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 、最近デッドの音がちょっと好き。あー、確かに。だからデッド目になるクリアの音を使ってるだけ。そうなんだよね。なんかデッドだけどちょっとオープンで抜けのいい感じを出そうと思ったら、うん、やっぱクリアがいいかなと、うんうんうん、だからやっぱ、なんだろうね、メタル系とかだと比較的こうね、多い気がする。はいはいはい。クリア系が。あの、ピンストもそうですけど、あれも一応クリアに入んのかな。まあそうだね、ミュート剤入ってはいるけど、うんうんうん、基本クリアでしょ。やっぱコーテッドってさ、全面にやっぱコーティングしてるわけだから、はい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 、ちょっとミュート感はあるわけじゃん。うん、確かに。それは、うん、うん。でもそれがいい塩梅だからっつって基本的に、ね、普及してるけど、はいはい。でもあれだったよね、そうだ、元を正せばクリアヘッド、うんうんうん、そこにコーティングしてるからコーテッドって言い方なわけだから、まあね、僕コーテッドは実はなんですけど、あの裏に貼るのがおすすめだったりする。ああ、それ、あの抜けはめちゃくちゃあのちゃんとやらないと抜けなくなっちゃうんですけど、そうだね、そんなイメージ。スナッピーの反応がめちゃくちゃいいんですよ。へー、個人的にですよ。なぜか分かんない、ザラザラしてるからなのか分かんないですけど、うん、いや多分だからそのブラシをさ、そうだ、ブラシが反応するかしないかが多分違いですよね。ジャズのブラシがこう反応すればコーテッドだから反応する、こっち表面ザラ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 ってやって、うん、であの音の立ち上がりが早すぎない。ああ、まあそう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 、うん、そうそう、コーテッドはやっぱお、ね、クリアと比べりゃ反応は弱いじゃ、うん、弱いからね、多少。だから僕はあれはちょっとあの面白いなと、明確なあの自分の音を作りたいときに一個ありな択なんじゃないかと。結構あの裏はクリアっていう固定概念あるじゃないですか。まあそうっすね、基本。そう、僕あの僕メインのスネア裏本側なんで。ああ。やってるよね。そう、あれはなんで俺あれ貼ったんだろうと思いながら、すげえいい選択したなと思って。言っちゃってる。言ってない言ってない。言ってない。3年後のあれかもしれない、流行りかもしれない。やばい、行かれてんね。僕の趣味が流行りになってほしいっすね。いやー、でもそうだな。
ほんと面白い。奥深すぎるよね、うん、こういう楽しみが結構ドラムやってるとあるから。なんか僕正直ドラムって楽器アコースティックな部分もあって、まあ、うん、外あのギターとかはエフェクターつけられたりで楽しめますけど、うん、そのなんだろう、本体そのものをいじれる要素は、まあ、電装系とかの話になってこっちは別かもしれないですけど、うん、アコースティックな部分をいじれる要素としてはドラムが一番広いんじゃないかなと思ってて、うん、なんならだってフープでも変わるじゃないですか、うん、スナッピーの種類とメーカーと質でも変わるし、うんうん、あのコードで変わるし、うん、もう何から何まで変わるじゃないですか。確かに、わかる。もうでもカスタムの幅が広すぎる、広すぎる。だからよくギターとかでもシールド変えると変わるとは言うんだけど、はいはい、とは言うんだけど、まあ元のキャラクターがでかいわけ。まあそうですね、で電子楽器なわけで動画が、そう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 、ちょっと、ね、そうだ、アコースティック楽器と比べると要素は少ないかな、うん、であとなんかもう何、例えばもうペットボトル乗っけるとかさ、はいはい、それがほんと変わるわけじゃん、画面に。間違いなく変わりますね、うんもうね、つけてたマスクを乗っけるだけでもいいわけよ。はいはいはい、そういうことじゃん。そういうこと、アコースティック楽器のすごさって。意味わかんないミュートの仕方してる人とかいますもん。そう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 、ね、奥深いっすよ、打楽器。どうぞ皆さんもぜひ、あのドラムやってない人もスネアをとりあえず1台買ってみるといいと思います僕はね明らかに喋りすぎましたね。スタジオ2時間撮ってて、あと38分です。48分だ延長しましょうか。いやまあありですね。延長できますか、はい、大丈夫ですか。わかんないです、ちょっと調べてみないと。そこは、うん、まあこのスタジオ大丈夫でしょ多分、いつもガラガラです、はい、うん、スタジオなんですけどね、別に全然ね、うん、あそう、うん、機材とかもちゃんと丁寧に扱ってくれてる感覚があって、はい、ました、じゃあまたあじゃあね、まあ、楽しかったです。楽しかったね、はい、これから撮るからねなるほど、今から撮影だからえ、これ待ってないですか。え、いや、ま、いや、じゃあ、その動画は待ってるけど、これダベリだから。あ、よかった。これダベリで、これオープニングトークだけないからオープニングトークだけないでしょ。いい長めのオープニングトークですね。ね、いいっすね。はい、じゃあ、はい、よし一度ここでということで。いやテンション上がった。ね、いいっすね。逆に、逆に、ドラム叩くの楽しみ、これから。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。